はい、こんにちは、くにです。今回は新ベジータ使っていこうと思います。とりあえずベジータ一家っていうかサイヤ人のパーティーでやってきます。で、戦闘力と、ステータスがもうパラパラっと見せるんですけど、こんな感じ。パラパラっと。まあ、殴れば殴るほど火力上がってくみたいな感じですね。ちょっと早く潜りたいんで、はい、やっていきましょう。いや、めちゃくちゃ強いらしいですね、このベジータ。うん。まあ、アーツ入れるごとに、まあ、自分プラス味方の神の木、あとベジータ一家の火力上げてくれるんで、まあ、自分もね、神の木、ベジータ一家持ってるってことで、まあ、二つともかかって、こいつはどんどん殴るたびに火力が上がっていくと、いった感じですね。はい。相手は、ロゼいるな。緑ないから、これでいこうかな。よろしくお願いします。そう、ガシャ動画ね、ちょっと見てもらってない人は見てほしいんですけど、ロゼもね、当てることなんとかできたんで、まあ、この後ロゼの動画も撮って、で、あともう一本今日はロゼとベジータ両方入れた髪の毛パーティーの動画も撮ろうと思ってて、はい。よろしくお願いします。まあ、ステップアップってこともあって、めっちゃやばいぐらいえぐいね、ちょっと石の使わされ方するかなとか思ったんですけど、まあ、なんとか、もう致命傷すらも負わなかった。何もなく。なんか普通に終わった、リムーブ、一週間分ぐらいの石で終わっちゃった。はい、よろしくお願いします。よかった。これ、あれですよね。絶対、レジェンズの運営が、まあ、国ゲーム、2週間新キャラなしで、頑張ってきたから、いいやろって感じで。で、行きましょう、殴って。帰ってくるかな？あ、帰ってこない。これ殴るたびに火力上がるんで、いいですね、めちゃくちゃ。射撃でこんだけ出せるって、あ、強いな、めちゃくちゃ。避けて、止めて、ちょっとこっちでも、跳ねてるだけか。ドカバキなりそうだな。あ、ドカバキ。いやー、これちょっときついな。ちょっと、交代使いすぎたな。まあ。ブルー海洋圏が海洋圏してくる。オッケー、終わり。最速でかい。で、このベジータがね、緑ベジータが、なんて呼べばいいんだろうね、この。緑ベジータいいのかな？緑ベジータが殴って、味方にもバフを乗っけてるっていうのが強いですよね。お、これ究極で落とせるよ。究極圧が交代禁止なんて。いや、このね、捕まえて落とせる系の、必殺。まあ、今までだと、ゴジータ、変身ゴジータが必殺圧で捕まえてだったんですけど、こいつはメインで簡単に持ってこれて、しかもコスト軽く打ってさ、あ、避けないんだ。ライジング、避けさせて撃とうと思ったんですけど。そんな感じなんでね。射撃、OK、入る。じゃあ、ベジータ、こっちで殴って。まあ、こっちでライジング撃ったらどっちも受けれないんで、行きましょう。あ、コウさん、ありがとうございました。いや、強いですね、めちゃくちゃ。はい、お願いします。神の木ですね。またロゼいる。青。いや、もうこれでいっか。緑いないんで、これでいいと思います。よろしくお願いします。そう。まあ、さっきも話したんですけど、ゴジータみたいに捕まえて、超ダメージ与えれるやつが軽く打てるっていうのを考えたらマジで強い。うん。まあ、若干メインヤビ使ってドロー速度アップ2段階っていうのが、まあ、腐る使い方になっちゃうかもしれないけど、まあ、それはそれで使いたい時に使えばいいと思うし、僕は個人的に捕まえて一気に一体を落としに行くっていう方が、まあ、数的有利取れて楽かなと思って。強いと思いますね。よろしくお願いします。いやー、ちょっとまずいか。あー。これ、しょうがないですね。いやー、ちょっといいようにされまくってるな。うわー、マジか、外してくるか。さすがにそうだよね。まあ、いいや。コンボはそんなもらってないんで、ちょっと離れてかないで。あー、やばい。いやー、これライジング溜まってそうだな。どうしてくるんだろう、これ。お、終わった。もう緑ベジータライジング落とす気でいるのかな？よし、でかい。やっと当たったよ。やっと当たったよ。まあ、このベジータも普通にね、強いんで。殴っていって、ボールが必殺に2つついてるのめちゃくちゃ嫌なんだけど。
ぐさっと刺して、まあ悪くない。いやーこれ間に合い、うわどういうことだ。オッケーオッケー、まあいいでしょう、耐えるでしょう。おあー痛い痛い痛い。ロゼのねあのユニークアブめちゃくちゃ強いんだよね。火ダメアップめちゃくちゃつけてくるやつマジで強い。特殊で様子見、この特殊もね体力めちゃくちゃ回復できるから面白いですよね。あーやばい、ライジング打ってきそうだな。究極ライジングめっちゃ渋ってくるな。いやーこれこっちで受けようか。ちょ青ベジータ落ちそうだ、落ちそうな気したんでこっちで受けます。ちょ一方的に圧もらっちゃってんな。なんとか次こそ入れたいよ。最速やっと取れた。よしよしよし。いや、必殺にボールつい、2個、もう1個ついてるからさ、マジで嫌なんだけど。やっとボール溜まったわ。ドン。うん、悪くない。なんかこっち押されてるように見えて、相手も結構減ってるな、やっぱ。火力がめちゃくちゃある証拠ですね。よし、入った。これは縛っていきましょう。そうそうそう。この使い方ができるからね、僕めちゃくちゃ好きですね。包帯禁止。強い、これめちゃくちゃ。これでどんぐらい入っ、あ、9、100万入ってるからね、今ので。強いと思いますけどね、普通に。最速でかい。さあ、こっから殴っていって、こっち変えて、相手受からないでしょ。いや、強いな。今ね、緑のベジータで殴ってることもあって、バフも乗ってるんでね、ライジング行きましょう。もうどっちで受けてきてもいいです。そっちで受けてくる。まあ今ね、ただ、青ベジータが最後ギリギリまで削ってくれたんで、ロゼも、速攻落とせると。なんか普通に無難に強くていいですよね。なんか、バカ野郎みたいな完全ななんか嫌がらせとかじゃなくて、まあこれ捕まえられる方嫌だと思うけど、仕方ないじゃないですか、それは。うおっしゃ入った。これ落とせるんじゃない？はい、強い。ありがとうございました。いや、いいですね、これ。緑枠。はい、よろしくお願いします。相手、ソンパですね。またこれでいくか。緑いないんだけど、全然。ダブル M さん。ソンパで、これ誰が、ゴテンとご飯と、あと、黄色悟空、固定選出なのかな？よろしくお願いします。まあ、5点がちょっと嫌ですけど、頑張っていきましょう。ちょ、ゲップ我慢した、今。今、ちょっと若干、ガシャ動画がちらほら上がり始めましたね。僕、最速で出したんですけど。さあ、やっていきましょう。破壊していきましょう。ちなみに全く関係ないけど、今日モンストチャンネルでもね、ガシャ動画上げたんだよね。気になる方は概要欄のモンストチャンネルから見てください。あ、すごい。今、自分の再生数見てるけど、結構再生されてる。いい感じで、やっぱこのロゼガシャいいな。やっぱ、見る人多いですね。新規の方も増えてそう。よろしくお願いします。あと、ストアランキングも結構、上位狙えたり、したらいいな。いやー、マジか。カバチン外してきそう。外してこない。ちょ、もう一回見ようか。外してこないですね。もういいや。ベジータ出そう。射撃。いや、危ね。さあ、これ。おーっと、危ね危ね。入った。さあ、殴れば殴るほど火力が上がるんですけど、射撃が多いね。これちょっと打撃でいっぱい殴りたいんですけど。あ、打撃は強いね、やっぱり。ご飯相手にこんだけ入れば。あ、強い強い強い。これ打撃いっぱいあったらさ、もうワンコンボで当倍キャラなら落ちまでほぼ持ってくよね。やば。強。あーつ引けないか、まあいいや。すごい強いね。すごい強い。で、味方の火力もこれ今上がってるんで。おーし、入った。ラッキー。打撃。あ、強いな、めちゃくちゃ。味方の火力もおまけで上げてくれてるのが本当に優秀だと思いますね。メイン使ってクール。避けろ！通常。これ必殺、あー、射撃とか撃ってくると思ったんだけど、まあいいや、今ね、ゴッドベジータ裏に、この人多分外してこないんで、うん、オッケー。外さない。釣れないかな？釣れない。やぶね。あー、ライジングか。まあ、しょうがないですね。これは、もらうしかない。耐えたりはしないよね、多分。うん。ゴッドベジータ、耐久力、全然ないからね。うん、まあ、しょうがないですね。
落ちる。打撃、オッケー入った。さあ、打撃、いいですね。火力がどんどん上がっていくのは強い。まあ、特殊も打っちゃうか、おまけで。で、ライジング打つし、打たないといけないよね、これ。うん。まあ、黄色悟空捨て、しょうがないですね。もう数的有利というか、取られてるの嫌なんで。マジか。いや、これきついな、めちゃくちゃ。やばい。ただ、ヒダメカットついてるのめっちゃ強い。偉い。ヒダメカットもね、つくからね、このベジータ。めちゃくちゃ優秀ですね。これ打って、じゃあこっちで。さすがに耐えると思うけどな。悟空落ちでもないし。属性振り向こうもついてないし。うん、オッケー。いいですね。オッケー、回避聞こえた。味方のね、緑ベジータの火力アップバフが乗ってるんで、この火力です。いや、強いな、めちゃくちゃ。味方もサポートできるの本当に優秀だな。これ5点この HP 持っていける。いや強いな。このベジータに緑ベジータの火力アップが乗るのめちゃくちゃ強いですね。強っ。受けて。射撃。射撃。あ!溜まるんだ。いやー、速圧が無理だったけど、危ねえ。はぁ。これ落ちそうだな、さすがにラス1だから。だよね。まあまあまあ、ただこれ。こっちの方が属性有利だから、でかいと。あ、射撃アンライジングで勝てますね。射撃、あ、入った。これじゃあ必殺で終わりですね。はい、ありがとうございました。いや、強いね。読まれても、一気に形勢逆転できましたね。はい、よろしくお願いします。相手か、お!ベジータいる。やっとこの、ブルーベジータ持っていける。これで。うん。神の木ですね、相手。しかも黄色いないってことで、紫ベジータの通りがかなりいいですね。よろしくお願いします。誰出してくるんだろう、これ。ブルー悟空出してこないと思うんだけどな。僕、赤出さなそうな感じのパーティーだから。はい、それではよろしくお願いします。うん、出してこないよね。うわーいいな、かっこいいな、そのパーティー。俺も使いたい、早く。あ、待って、なんで跳ねた、今。ミスったね、オッケー。ドカバキなら、まあ、よし。強いよ、オッケー。これはまあ、交代してくると思うんですけど、こっちで縛って、これこっちでこう殴ってみようか。火力アップ。交代禁止、紫ベジータでついてるんで。あー、悪くないですね、全然。いいですね、めちゃくちゃ。こういう使い方もできる。紫ベジータで縛っていくのも。良さそう。あーん。いやー、これ、どうしよう。受けようかな。特殊あるから、回復できるから。あんま良くないかな、これ。ヤンキーかな。回復できるからいいや。時止め。何もしてなそうかな。あー、打撃で突っ込んできてる。速圧、オッケー。あー、射撃しかない。今のはちょっと引きが悪いな。緑出てきましたね。これ。でかい。これ捕まえていきますね。打撃、もう一発打って究極いきましょうか。いや、さすがに飛ばせないか。ライジングのが良かったかもしれない。まあいいや。はい、いきます。まあまあまあ、まずまず入った。よし!これ変えてくるんじゃない?はい、来ました。まあ、とりあえず時間稼いでライジングですね、これは。待機カウント回したいんで。ただ、このベジータパワー、ベジータパーティーの効果力で相手、こいつ落とされても、もう HP 少ない2体しかいないからね。やっぱなんか味方の火力サポートできるのがめちゃくちゃ優秀だと思いますね。OK、通る。かっこいい、めちゃくちゃ。よーし、いいぞ。やっと通りある、取り終わられちゃった。さっきからさ、めちゃくちゃ、録画してない試合が、あるんだけど、なんか、ラグい人めちゃくちゃ多くて。今、あれなのかな?やっぱ、お昼だから、日本の方は学校とか、仕事で、読んじゃった。海外の人が多かったのかな。そして、これ、レジェンダリー決めたいですね。相手、ロゼだし、ちょうど。
そっか、オッケー、回避使わしたらんで、もうあとは、熱入れて、レジェンダリー行きたいですね。おぉ、かっこいい。これもうロゼソですね、ロゼソ。あ、これロゼソじゃねえわ。究極アーツだった。必殺アーツがロゼソか。はい、じゃあ行きましょうか。降参しないでほしいな。ヌメルゴンって聞こえるんだよね、これ。ポケモンの。俺だけかな。お。いや、かっこいいね、今。今日初めて、高画質版で見たわ。ツイッターのあれ、ちょっと画質悪いから。いや、いいですね、めちゃくちゃ。無難に強くていいです。はい。まあ、特に神の木で使ったらね、めちゃくちゃ強いと思うんで、今日神の木でも動画あげるんで、よければチャンネル登録お願いします。それでは、クニでした。さよなら。